Let's just do the quests. Oh, this heat. Till next day. Can't stay chill, you know what I mean, with this weather. Oh, away with obsessions and falsehood. Alright. Let's see what you have to say. Tabibito, Saikin Churu Stir Heshkara, Ishiraseo Kitaze. Kujo Sarasanga, Jonai no Jimuni Oarete, Kanojo no Buka mo Tobun wa Ugokenai rashi.結局のところ、この秘境からはもうずっと魔物が出てきてないから、あいつらもこの重要な扉を守るだけで、焦って秘境内に入る必要もないみたいだ。おかげで結構な時間稼ぎになってくれてるぜ。じゃあ早く入ろう。あの二人、きっと待ちくたびれてるぞ。Okay. So we're just gonna enter then.The sediment has become akin to a hazy sediment. The monsters locked in here are very powerful indeed, and thus you too must steel yourself to face them. Hector Ledger and Deso. I mean.Is that a question? You know what I mean? Is that even a question? Just bring cryo and you're good to go. Minna, modotte kita no ka? Hito mo sorotta koto da shi, saigo no kotae o sagashi ni iku toki ga kita ne. Anta ra wa nakanaka tsurai issen o shite ta mitai da na.一戦もう何戦したかすらも覚えていないよ。俺が本領を発揮した姿も悪くなかっただろう。式大将タルタリアさんはこの秘境にすごく詳しくて、どんなに強い魔物でも完璧に対応できていた。僕たちならこの秘境の最深部までたどり着けると思う。おお、一緒に何日かいて結構仲良くなったみたいだな。もう戦友さ。再構築の間、式大将から聞いたんだけど、一番重要ともいえる拓本の出現を感じたらしい。Okay. すぐ近くにあるみたいだ。あの拓本に込められた不術の力は他のものをはるかに超える。回収がうまくいけばこの秘境の真相を思い出すことができるはずだ。近くにあるだろう。なんで取りに行ってないんだ。式大将、あんたあたいたちを待ってたのか。みんなのおかげで僕はここまで来られた。僕の記憶は君たちのおかげで少しずつ取り戻せたんだ。最後の一番重要な一刻はみんなに見届けてもらいたい。 That's sweet. That's sweet. Just wanna look around for a bit.ずっとチリジリになっていた記憶がようやく一つの形になった。すべて思い出したよ。この結録音容量の過去、そして Only three then. We have two more domain. 陰陽師を実験する場所でも邪悪なものを生む巣窟でもない。春之助が僕とこの秘境を作った目的は守護するためだ。守護？僕たちの国はかつてある災害に見舞われたことがあった。それが原因で春之助の一番大事な人が奪われてしまったんだ。
春之助は深く悔やんだ。その時から彼は邪悪を制御する力を渇望するようになった。彼は海を渡りリーユへ行き、仙人を訪ねた。仙法を修行し、その奥深き術と自身が長年研究してきた神通を組み合わせ、最古の陰陽術を編み出した。Okay. その後、彼は国に尽くす有志の武士を招集し、僕とこの陰陽寮を作ったんだ。そして僕を原型にした拓本を数多く制作し、それらを武士に分け与えた。武士と式神が組み、武術と武道を駆使し、より確実に魔物を滅する。彼らは二人一組となり、外で魔物と戦った。そして戦いに負けた魔物の情報を式神によって書き記した。秘境に戻ってから、その情報をもとに鏡の魔物の姿として再現し、武士たちの訓練相手としていた。僕は式神の統率者として、拓本たちの見聞や経験を吸収しながら秘境の構造を調整し、武士たちにより効果的な訓練を提供していたんだ。そして時が経てば、これらの志の高い武士たちはとてつもなく高い武術を身につけることができる。ああ、OK。彼らが離れれば、また新たな新人がやってきて、新たな見聞、新たな相手、それらを繰り返していった。A domain for training? 道理で終わらない戦いが続いていたわけだ。ここはもともと訓練場だったようだね。つまり、カムナ春之助がこの陰陽寮を作ったのは、武士を訓練して、より効果的に魔物に対抗するためだったってことか？じゃあそいつ、立派ないい人だったってことじゃないか？もしそうだったら、なんで秘境の奥深くに隠れる必要があるんだよ。いや、春之助はもうとっくに寮内にはいない。Obviously. なぜかはわからないが、春之助はすべての武士を追い出し、この秘境を廃棄した。Huh. その記憶、最後のかけらは、まだ思い出せていない。それどころか、春之助が離れるとき、僕に何を言ったかさえも思い出せない。離れたってことは、まだ生きてるのか？多分、少なくとも、僕はそうだと願っている。Hmm. 僕は春之助に創造された一種の兵器だ。僕と陰陽寮の使命は、戦いを作り続け、自分と他人を磨き上げていくこと。しかし今となっては、この秘境も意味のないものとなった。君たち以外、他に来る人もいない。主に見捨てられた兵器に、一体何の価値があるというのだろうか。なんか、すごく悲しそうだ。主に見捨てられた兵器。Well, well, well. Someone can relate. 悪くないんじゃないかな。戦いに沈んだものは、皆自らの意義と価値を追い求めている。そうなのか？君は俺の秘密に興味があっただろう。どうして俺が秘境の排斥に抗うことができるのか？どうして俺がこんな複雑な戦局に対応できるのか？ Because you're efficient and delusion. 俺はただ木の根の隙間で戦ったことがあるだけなんだ。果てしない苦境、命がけの危険、それら養分を得ることでのみ、俺はより早く強くなれる。俺が欲しいのは勝利ではなく磨くこと。自らを鋭利に尖らせ、恐れられる存在になる。俺も君と同じ兵器なのさ。だったら、君の追い求めている戦い、その終点は一体どこにあるんだ？終点を追い求めるのは終わることを望む者だけさ。俺は違う。そんな無意味なことなんて全く気にしていない。俺は戦うために生まれた。俺が生きている限り終点は現れない。俺の選んだ道は、その一歩一歩が全て極限なんだ。戸惑いを捨てろ。悲しみと迷いを抱えたままでは無情な兵器にはなれない。どうやったら捨てることができる？あたいが思うに、捨てるっていうのは一種の表現じゃないか。別に本当に何かを捨てるわけじゃない。チキ大将、あんたは何も捨てなくていい。あんたは記憶を取り戻したばかりだ。今こそ過去を拾うチャンスなんだよ。
あんたにとって正しくて重要なこと、それを取り戻せればそれでいいんだ。正しくて重要なこと？あたいにはあるぜ。あたいはロックが好きだ。ロックが好きなやつはあまり多くないだろう。確かに人気はないが、それでも大丈夫。楽しけりゃそれでいい。他のやつらが好きかどうかなんてあたいと全く関係ないと思わないか？あたいは自分のやりたいことしかやらないぜ。たとえ冷たい目で見られても放っておけ。あたいの音楽は花っからわからないやつのために聴かせるもんじゃねえ。曲確か僕のために弾いてくれたあの試験。一人寂しく道を歩き、たまにかがり火のそばで人に会って、みんなで一緒に焼き魚を食べてた。そうあんたは言ってたけど、そういうのが理解できてる時点であんたは人の感情をよく知ってる。人はみんな多かれ少なかれそういった孤独な道を歩んだことがある。あんたもそこにいるなら、あんたはあたいたちの仲間だ。だからこそかがり火のそばで出会い友達になれたのさ。道は険しいが、あたいたちは孤独じゃない。好きでしょ。これがあたいの音楽にある言語で、正しいことを続けた収穫だ。あんたは何かやらなきゃいけないことがあるんじゃないか。深淵さん、今はまだ君のようにはなれないけど、僕は分かっている。このまま立ち止まっていてはいけないと。前に進もう、みんな。最後の拓本を取り戻したい。いや、取り戻してこの秘境を再び掌握する。きっと僕にできることはまだあるはずだ。おう、気を取り直していこう。まだ戦いが残ってるぜ。みんな一緒に進めば問題ない。 Okay, and the reason why I give a reaction to Xin Yan saying is that, I mean, could be right, but don't youyou know, make music for everyone. I don't know. I mean, if she's making music for those of, for the people that can understand her music, I mean, I guess it's okay. It's right too, I guess, but I don't know. It just doesn't really sit right with me, to be honest. I mean, you should have.Make music for everyone, to be honest, even though they can't probably won't be able to understand it, but I don't know, that's just me. That's just me. Okay, so What's the best route here? Definitely have to go down first. So maybe this four, then go here, 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 and then back here. Okay. Trying to...plan the route that we're gonna take.
Oh, this is good. This is perfect. Freeze! Man, this is gonna be really nice. less than 50%, no, because I with Gene, with my Gene build, like full heal build, there is no way I'm gonna to get less than. Maybe I will, but you know, one Q from Gene is enough to kind of overload my HP. I never really see the number on the initial burst from Gene heal. Bruh. Let me take that. Bruh. I'm never able to kind of see that. It sucks. Okay, let's go down then. Yep. All the way there. Just gonna heal. No. Ah, this one is okay, I guess. Yeah, this domain is gonna be really nice for me personally. Wait, I wanna go. Hell, well. Oh, I see you. Because if the enemy most of the enemy are Hydro and Electro, like, bruh. This is gonna be really fun for me. I'll take that. Oh, really? Jesus Christ, what the heck did I get hit by? Wait. No wonder. But for sure already killed this thing. Dang, that thing is instant, huh? It's fine. Physical. Yeah, I'll go with that. Yeah, I take my word back when I said my HP will never go down 50%. Clearly, it happens.
雪を前。What is this? That's about it, really, bruh. It said a... there it is. It says a treasure chest. Oh. Activate for what exactly?Oh, sneaky snake, are ya? Yeah, so activate for what exactly? It doesn't really do anything. Maybe it's for other room?Or maybe there is more, there's other switches. I didn't see anything though. Weird. Oh well. I see you. Sneaky snake.Bring it.I'm not gonna be bothered to dodge those. this one is good. This one is better. I'm stuck. Ow. Perfect. Yuki omae. Okay.That's all. So we back. Oh, there's more. It's not done yet. Okay. Because if it is done, usually it's kind of browned out. So there is more. So that's what it is.
Anything else? Okay. So that should be round out. I can't really confirm that just yet. Mm-hmm, that it is. Okay. Perfect. So same thing with this kind of corridor too. Okay, gotcha. Give me something good. Animal. I don't. Well, I do have Gene. Oh. That lag, though. Oh well. Let's keep going. Easy. Okay. Now let's not use that. Let's just skip that completely. It would be funny if the other mission is to use that. That's gonna trigger me. Because two domain mission requirement or like mission is to not use this at all. So oh, there's still more. Or maybe I should do this one. Maybe. Not really. There's something missing. Did I miss something? Feel like I already got everything. There's nothing else. That's weird. See, because the color is different. Seems a bit odd. But there's literally nothing. Oh well, you know what? Whatever. We'll just go.
Or maybe I should do this one so that this one is gonna be changed color. Maybe. But who knows? Oh. This is gonna be fun. Come at me, bro. Come here. Ah! Freaking arrow, man. Stay there. Just stay there. Mmm, this one is good. This one also is pretty good. But since I'm using Ayaka and she uses a lot of charge attack. Okay. Next. Okay. Not too hard to navigate. All right. Just be good. Pretty simple. I saw that. I saw that right after I'm stepping on it. Is it just me or like it's that thing is sometimes you just can't you just don't see that, you know what I mean? What? Can we get this permanent? That was sick. Ooh, got C1. Huh. Can we make that permanent? Like real talk. Ow. Oh, I saw that. Nuke everything or freeze everything. This one is a yes. Absolute yes. Okay, so let's go here.
Okay, I'll take that. Yeah, I think the corridor is for if you finish this room and then finishing this room too, then it's gonna get grayed out. Ow! Just don't die. I have this, so I could just use that. Nah, I still don't feel safe. Okay, perfect. Next. I freaking see you. And then I imagine I just walk on it. That'll be funny. Okay, next. I'm not gonna touch that too. Just in case if the mission requires me to do so, you know? So that I don't have to redo. 100% boosting overall attack. Nah, I'm not gonna use that anyway, so. Alright, let's see. So go down. Alright, let's do this. Give me the dire challenge. Where you at? There we go. Oh. Stop. Nice. Jin E reaches there? Interesting. But for sure, see. She's not gonna reach there. The range of her elemental skill. I see you again. This one is actually a lot safer than over there. Okay, that's all. Go all the way north. Don't get me started again, game. Don't get me started. You see this? I'm pressing the W button. Don't get me started again. Don't get me started. Oh, hello. I don't have any stamina. Heal up. Oh. Nice. Now go back here. And then right. I see that.
Just don't step on it. Yes, I see that, but if you still step on it, then what's the point of seeing it? Okay. Not gonna let you play. Charge damage, cryo also is good, so anything is fine. I don't know if that stacks, to be honest. If it stacks, then that's pretty cool. Can I see the buff or anything? Okay, it's safe over here. Let's do this. Why are you still not dead? Hey. Next. I'll take that. My nose. My nose hair is tickling my nose. Tickle, tickle. Just want to make sure. Okay, this is it. Here comes the trouble. Why are you still alive? Can you die? Thank you. Die. Whoosh. It's freaking annoying. Can you stop? Can you stop? Like for real? Easy.
Been a while since I fought, that enemy. All right. Oh. The last piece. Kamuna-sama. Oh, wow. 6割が負傷し、式神の消耗も予想をはるかに超えています。それに、外界の情勢が安定してきた今、我々が究極の武芸を追求する必要はあるのでしょうか。どうして恐れる？小生はとっくに分かっていた。春之助、はっきり言うが、彼女はもう戻ってこない。小生はただ彼女の後代を助け、この領土を守りたいだけだ。滅すべき対象がなくなり、守るべき人も平和を得た今、我々の使命は終わったと言えよう。小生は時が許すなら一生ここで守護し続けられるとずっと信じていた。このような言い方は小生自身を危うく騙してしまうところだった。お主は決して小生のようになるなよ。安心してくれ春之助、僕は分かっている。君が稲妻のためにしてきたことは他人が意味を与えていいものじゃない。そして僕の存在もそれと同じ。当初お主に冷静を注ぎ込み、人の感情を理解できるようにさせたが、やはり正解だった。結局、わーお、小生を啓発してくれたのはお主だったな。パイプ。明日に光眼あってセロに誇れども、夕べに白骨となって光源に朽ちぬ。いい言葉だ。これでもう小生に心残りはない。我が友式大将よ、自らの使命をよく果たしてくれた。もう待つ必要もない。小生は新たな意味を求めて再び出発する時だ。これでさよならだ春之助。どうか安寧であれ。すべてを思い出した。春之助に見放されたわけじゃない。僕は彼を説得し、彼と一緒にこの心の迷宮を出たんだ。 So many thumbnailable。 春之助は僕を見捨てたわけじゃない。僕が彼を啓発し、彼の抱えていた重荷を手放させたんだ。 Okay。 僕と結録音容量に対し、春之助は美しい願いを持っていた。強いて言うなら、生まれた時代を間違えただけなのかもしれない。武士たちは精一杯鍛錬し、その鍛錬も少しながら効果があると証明された。しかし凡人の力には限界がある。我々が作り出した進歩はあまりにも遅いもの。僕たちが修行に奮闘していた時、あの無双の人たちを振るう神が勤勉で強大な戦士を引き連れ、この土地に埋もれていた災いを根絶やしにした。As expected。 みんなの努力が突如として不要なものになった。そんな結果を受け入れられる人なんていない。 The power of the gods can be cruel。 全く想像できない。でもどこかで似た話を聞いたような。僕は混乱し落ち込み、すべてを疑った。しかし僕たちの作った結果、僕たちの払った代価、それらがたとえどんなに小さなものでも実際に存在していたものだったんだ。いずれにしても春之助と武士たちの望んでいた目標は達成され、武士たちも精一杯訓練する必要がなくなった。それはもともと祝福すべきことだった。だが春之助は情がありすぎたゆえ、世間のあらゆるものを気にかけ、自身の失ったものに固執したのだろう。主語は我々の共同の願いだった。春之助はみんなを守ろうとした。ならば僕は
春之助を守ろう。春之助の最も満足する造物として、彼が血録恩陽寮にいた時の唯一の友として、僕は彼を導いた。彼は僕に言っていたよ。新たな意義を探しに行くと。一ヶ月かかるかもしれないし、一年、何百年かかるかもしれない。どんなに長くても、僕はいつの日か彼が願いを叶え、ここへ戻ってくることを願っている。来る日も来る日も待ち続け、僕は深い眠りについた。はあ、春之助よ、君はもう戻っては来ないだろう。そんな悲しむなって、式大将。カモな春之助はあんなに強い戦法を学んで神通だって身につけてる。もしかしたら不老不死になってるんじゃないか。みんなもう決めたよ。春之助がこの世にいてもいなくても、僕は彼のために生きるのはやめる。君たちに会ってから一つ学んだことがある。信じることだ。春之助は自分の道を歩んでいる。僕はそう信じる。そして僕自身もそんな道を歩んでいけると信じてる。この世に生まれ落ちた時から僕たちは孤独の果てに向かって歩んでいる。だけど霧の中には火の光があり、夜空の下には新たな仲間がいる。僕たちの使命が長い旅によって終わることはない。春之助のやった全てに価値がある。そして僕の意義こそ僕の使命なんだ。この点についてはずっと変わらないし、奪われることもない。我こそは武人を補佐する式神が長、式大将、この血録恩陽寮不変の領主。我が責務は武人を補佐し、武道を極限まで鍛え上げる者に手を差し伸べること。世の中にはまだ高き山を登る者が必ずいる。僕はその山々の綱となり、彼らの武器となり、彼らと共に頂へ向かおう。よし、その息だぜ。If only we had some music up at the top of that. 記憶が完全に戻った式大将は、なんだかすごく頼りになる感じだな。すでに血録恩陽寮は再び制御した。今後、鏡の魔物が逃げ出すことはない。今回のこともこれで終わりだ。あと何日かすれば、武術の力の脈略を整理し、血録恩陽寮を元通りに戻すことができる。ここは予測不能でありながら安全で頼れる試練の地。今後は僕もここをずっと守護し、武道を極める者に最も効果的な試練を与えよう。天領奉行もそろそろ秘境に入る頃合いだ。彼らが来たら僕が今回のことを詳しく説明する。それについては僕に任せてくれ。わかった。つまりオイラたちは後処理をしなくてもいいんだな。オイラ、こういう何も気にしなくていい感じ、すごく好きだぞ。君たちのおかげで僕は真の自分を取り戻せた。少しばかりの礼を用意した。みんなの恩とは比べ物にならないが、少しは役に立つだろう。式大将 puts forth his power and creates a replica。 彼のことは式少将と呼んでくれ。式少将は他の拓本と違い、大陸のどこにいても僕と連絡を取り合える。血録恩陽寮を離れれば、彼は式札と符術を使うことができなくなるが、君たちを加護することはできるだろう。彼を連れて各地を渡り歩けば、僕をそばに置いて連れ歩くのと同じ。式大将の口調がしんみりしてきてるぞ。あたいたちともう会えないことを心配してるのか。 Just like a Surumi Island。 あたいたちはまだここにいるだろ。それに旅人と九条サラさん、北斗さんのおかげで、あたいが稲妻に来るのもそこまで難しいことじゃねえ。もしかしたらたまにまたここに来てあんたに会いに来るかもしれねえぜ。シーエンさん、それは君の時間を取ってしまうことになる。聞くが、ロックはどうだった？ロック、
僕にとっては非常にいい音楽だった。それだけで十分だ。あたいは音楽の良さを知っている人にしか演奏しない。みんなよく聞けよ。あたいが一曲奏でてやる。 OK え、ここで曲を弾くのか。 Wait, why not?Where's the glow stick? Where's the glow stick? I need my glow stick! Shred it! Let's go! この曲にこんな心震わす部分があったなんてな。あ、講師はダンスができるんだろ。一緒に調理。 And he gone.こっそり逃げようとしてるんじゃないよな。逃げる？俺はただ休憩する場所を探して考え事をしようとしていただけ。 Okay. Oh, he's gone, gone. 旅人、俺が調査していたことを君に教える時が来たね。 Does it have to do with my past experiences? やっぱり鋭いね。君の目は人の心を見透かしてるんじゃないかって時々疑ってしまうよ。今回はすごく楽しかった。正直、稲妻はかなり好きだよ。些細な厄介事、そしてそれがもたらす影響を考えなければね。もともとはこの秘境が残響と関係していると思い、ここへ来たのさ。だけど彼はいなかった。神の心の残響は俺たちと連絡を絶った。これにはおそらく何か裏がある。Wait.だが残響がこんなことをするのも俺は全く予想していなかったわけじゃないよ。俺が戦いを求めてファトゥスになったのと同じように、ファトゥスの多くは自分の目的を持っている。Okay. あの心はもう少し泳がせておこう。いつかどこに行ったのかがわかる。その時は君ならどう選択する？ Wait.君の終点はどこにあるのかな。 Wait, no, wait, no, wait, hold on just a minute. Okay. So, Signora collected gnosis is for Saritza. It's from the Cryo Archon. Isn't that most Harbinger main mission are?And she do get two of them. And the last one is Yae giving the electro gnosis to Scaramouche in exchange for our lives. But then he decided he go away with the gnosis. This is either, you know, he wanna test it, end quotation, test it, or he wanna use it for himself.And then giving it to Saritza later. It could be one of those two. Or it could be just like, you know what, this is Electro, and you know, we know what Scaramouche's real identity is. He is a. Not really a fragment, to be honest. It's basically an Archon, an Electro Archon, because he is the prototype from the Raiden Shogun now.So he is capable to do the same thing what the Raiden Shogun, or even maybe A power and with gnosis on in his own possession too. On top of that, like, Honto, もう少しここにいたかったね。長く滞在すればするほど、次に会った時の喜びも大きくなる。夜空の星のように君はいつも多くの驚きをもたらしてくれる。俺の相棒。Interesting. Interesting. 心境が変わると音楽がもたらす感覚も違ってくる。深淵さん、僕に音楽の奥深さと
寛大さを感じさせてくれてありがとう。この友情は心にずっと銘じておく。いいってことよ。次会った時はもっと最高なロックを聴かせてやるぜ。This place is really cool looking. Imagine I can take a picture over here. That's the sad thing about this game is that once you are in the domain, you can't even use anything. You can't even press escape. You know what I mean? You cannot even use the normal picture mode that the feature that the game has.Sucks, dude. Sucks. But is that all? Okay, that's interesting why Scaramouche decided to go away with the Gnosis. Okay, that's more. Right? Interesting. So everything is maxed out already. Oh, wow. Like, immediately go to the five. Or the fifth. Not the five.So ominous the mess knee. Which one is that? This is the first one. Brutal and the vengeful wood. Of Taisho. Let me just redeem all of these real quick. Get the most expensive one first, and then go to the cheapest one.20, yes, it's the same. Right?Okay, we got a new tool though. Not tool, gadget. Our company, I guess. There we are. Heck yeah. Sweet. Yeah, Shiki Taisho. Kitano ka? Toji no kobun wo teiji shite, tenryou bugyou ni setsumei shita yo. Sore de yatto shinjite kureta. Boku to.結録音容量は潔白だ。よかった。これでやっと式大将は自分の使命に集中できるな。ああ、すでに結録音容量は当初の形へと復元し、武道を修練するための純粋な秘境となった。 Okay. この秘境はもうしばらく稼働した後、武術の力を使い果たすだろう。その時はこれを封印してゆっくり力を貯めることにするよ。またとない機会だ。挑戦してみるかい? Bring it on! おいらも見てみたいぜ。武道の極限を追求する者は皆結録音容量で効果的な鍛錬を得られていた。もちろん焦って強敵に挑戦すればかえって挫折してしまうこともある。
無理をせず自分のできることから始めるといい。